新型コロナウイルスオミクロン株の感染者の濃厚接触者が静岡県内に新たに2人いることが分かりましたいずれも入国時は陰性で現在も体調不良はないということです静岡県によりますと6日に判明した国内3例目のオミクロン株の感染者と同じ飛行機で入国した人が県内に2人いることが分かり 濃厚接触者と判断されました2人は入国時の検査で陰性で現在も体調不良はありませんが今後も2日に1回を目安に検査を継続します一方、7日の県内の新規感染者は4人で静岡市が2人、浜松市と富士市がそれぞれ1人ですまた、小学校でのクラスター発生を受け 富士市の小永井義正市長は7日の会見で教育活動中に感染した可能性は低いとした上で、次のように述べました。休み時間ともちろんマスクをするように感染防止対策は徹底するねということは指導はしているわけでございますけどちょっとした気の緩みの中で,です、ね、感染が感染してしまったということも考えられるものですから改めまして教育委員会、学校側にはですね 感染防止対策を徹底するように私の方からも強く申し入れをした。